フランチャイズプレイヤーはスポーツ用語で長期にわたって同一のチームの第一線で活動し続ける選手を指す。競技では入団から引退まで同一のチームに、再競技ではプロデビューから引退まで出身地、出身校の地元チーム一つだけに在籍し続けた選手を指す。サッカーではバンディエラとも呼ばれる。NFL では フランチャイズプレイヤー制度として制度化されている。長期にわたって同一のチームで選手として活動を続けることはプロスポーツでは困難であり、選手側には相応の実力の維持が要求される。選手分配ドラフトやフリーエージェントにおける人的保障などの際にプロテクトされるほどチームから実力が認められているとその傾向が強くなる。一方で、 実績に伴って契約金や連邦が高騰したために選手が残留の意思を表明しても放出されるケースも少なくない伝統を重んじるチームに多い傾向にありそのようなチームでは監督などに当該チームのフランチャイズプレイヤーだった人物を起用する傾向がある近年はフリーエージェントなど移籍制度の充実により長期にわたって 同一のチームで活動する選手は少なくなっており、フランチャイズプレイヤーはチームを象徴する選手を指す言葉として使用される。逆に複数のチームを渡り歩き活躍する選手は、ジャーニーマン。新人時代を他球団で過ごし、移籍後の球団で長期間活動し引退した選手は、フランチャイズプレイヤーの範疇に含まれることが多いが、逆に、 長期間同一球団で活動したにもかかわらず、現役晩年に移籍した選手は、フランチャイズプレイヤーの範疇に含まれない場合もある。例えば、南海ホークスのフランチャイズプレイヤーとして、広瀬義則が下記に挙げられているが、広瀬よりも野村克也の方が、在籍期間が長い。NFL のフランチャイズプレイヤー制度は、フリーエージェント制度の対抗策として導入された制度であり、 フランチャイズタグおよびトランジションタグと呼ばれる。各チームは重要な選手と複数年契約を結んで確保しようとするが、その交渉がまとまらない時にとりあえず1年だけ確保することができる。1チームにつき1人の選手にフラインチャイズタグをつけることができる。15シーズン以上在籍者2021年シーズン、20シーズン以上在籍者9団名は引退時、大貞春。 福浦和也、岩瀬人則は、出身地及びプロ入団までの旧歴において、プロ所属チームの保護地域の学校、チームに在籍しており、最競技のフランチャイズプレイヤーにも該当する。梶本隆夫、広瀬義則、大沢春、高木森道、鈴木啓治、東尾治、伊藤つ尾形小孝一、三浦大介は、引退後に指導者としても、 球団に、所所属属ししないまま現役時のの球団の監督に就任した特に梶本広瀬伊藤、小形は、現役引退後も一度も退団することなく、球団に所属し続けたまま監督に就任している。在籍期間は、下部組織在籍期間を含む、同一のチームで入団から引退までプレーした選手。在籍期間は、下部組織在籍期間を含む、 10シーズン以上在籍者 J リーグ所属年数には、下部組織在籍期間も含む。プレミアリーグリーガ、エスパニョーラブンデスリーガ J リーグセリエ A プレミアリーグリーガ、エスパニョーラブンデスリーガ10シーズン以上在籍者。ありがとうございます。